はい、皆さんこんにちは。今日のオンラインワークショップへようこそ来てくださいました。今日は、クエリループブロックでブログページを作ろうというテーマで、用意させていただいています。簡単に私の自己紹介ですが、私ベンと言います。ベンと、ぜひ呼んでください。1992年から日本に住んでいます。ずっと北海道なんですけれども、顔はこうなんですが、中身はほぼ日本人だと思ってますので、よろしくお願いします。ワードプレスは、2014年から使い始めています。で、最初はいろいろな、サイト、自分のサイトや少し団体のサイトを作ったりしていたんですが、3、4年前からワードプレスのカスタマーサポートもしばらくしていました。で、その後、今年はワードプレイスのコミュニティの方にフルタイムで貢献するようになり、今はトレーニングチームというチームで、ワードプレイスの学習教材を作ったり、学習教材を作る人のサポートをしたりということをやっています。人がなるほどと理解する瞬間が好きですので、毎回のワークショップで言ってるんですが、何か今日学んでいる中でなるほどと思う瞬間があれば、ぜひズームのチャットになるほどと入れてください。私もそれを見て、原動力をいただいて、行きますので、よろしくお願いします。このオンラインワークショップなんですけれども、ワードプレイスの、オフィシャルのトレーニングチームが主催しています。で、コンセプトとしては、共に学びましょうということです。いつでも質問していいですし、どなたが質問に答えても構いません。私が喋りっぱなしなのも面白くないので、ぜひ皆さんお互いに質問したり答え合ったりしていただけたらなと思います。英語のワークショップはほぼ毎日開催されているんですけれども、今日本語は主催者私だけなので、月1、2くらいの頻度で開催しています。もし他にも開催したいという方がいれば大歓迎ですので、ぜひ教えてください。また、このセッションは、録画されて、後日、wordpress.tv にアップされます。参加できなかった人にも、ぜひ内容は見ていただきたいと思ってますので、ご了承ください。はい。ここまでで特に質問とかないでしょうか？大丈夫ですかね。はい。ありがとうございます。では、最初に、皆さん一つお尋ねします。皆さんのブロックエディター経験はどれくらいですかと、先ほど自己紹介でも簡単にお話しいただいたんですけど、1番、今日が全く初めての初心者です。で、10番、もうベテランで、例えばブロックを、カスタムブロックを自分でコードで書いたりしてますっていうベテラン。まあ、その1から10で表現すると、皆さんのブロックエディター経験、大体何くらいでしょうか。少しそれを参考に私も話を進めますので、まあ、ズームのチャットとか、音声で教えていただけたらと思います。2段階ぐらいですかね。2くらいですね。はい。はい、石原さんと八木さんも3くらいと。ありがとうございます。じゃあ少し丁寧に今日もお見せしようと思いますので、何か早かったとか、今それ何やったんですかっていうのがあったら、ぜひ止めて尋ねていただけたらと思います。まあ、ちなみに私は個人的に6か7かそれくらいかなと思っています。さすがにコードでオリジナルのブロックを作ることはちょっとやったことないんですけれども、まあ、こういうセッションの中でいろいろブロックエディターには触れているので、いろいろ皆さんにお見せできたらなと思っています。さて、今日の内容はブロックエディターの中でも、もしかすると一番強力かもしれない、クエリループブロックというブロックについて紹介していきます。大まかにまずそのクエリループブロックの紹介をした後、パターンを使ってクエリループの作成が可能になってますので、まあ、そのパターンを使った場合、そして最終的には、もう一からクエリループブロックを自分で組み立てていって、ブログページとか、まあ、アーカイブページといったものを編集する流れを実演で皆さんにお見せしたいなと思います。よろしいでしょうか。はい、では、はい。
内容に入っていこうと思います。まず、クエリループブロックの紹介。クエリという単語は、正直、英語でもあまり日常的に使う単語ではないと思うんですね。問い合わせるという、辞書的な意味がありますが、プログラミング言語の世界では、プログラムやデータベースに対して、何々が欲しいとか、何々してちょうだいとこう命令を出すとき、その命令をクエリというんですね。例えば、検索エンジン、Google などに皆さんが単語を入れて、検索って押すと、あれは Google にこの単語に関する結果をちょうだいと命令を出しているので、実はあの検索の単語はクエリなんです。私たちがクエリを Google に送って、Google が答えの、検索結果を返してくれると。そういったように、命令を出すことをクエリと言います。なので、今回のそのクエリループブロックは、この何かこう命令が関わっているわけですね。ワードプレスのオフィシャルのサイトには、クエリループブロックは指定したパラメータに基づいて方向を表示することができる高度なブロックですという説明があります。つまりですね、自分のサイトに対してこれこれの条件に合う投稿を表示してと私たちが命令を出すと、それに合った投稿を返してくれるというそういう仕組みのブロックになっています。なのでブロックを設定した後にいろいろ条件を私たちの方で指定しなければいけません。で、条件を指定するとその条件に合わせた投稿が返ってくるというブロックです。今思い出したんですけれども、今日のスライドのリンクを皆さんにお送りします。もちろん終わった後に見ていただいてもいいですし、ご自分のパソコンでこれを開いて、もし私が進むの早かったり遅かったりした場合、復習していただけるかなと思いますので、今 Zoom のチャットにスライドのリンクを送りました。はい。クエリループブロック、テクニカルな話はこの辺にして、実際に見ていきたいと思います。サイトでクエリループブロックがどう機能しているか。で、これから私がお見せするサイトは、ローカルで立ち上げたサイトです。自分のパソコンをサーバーに見立てて立ち上げたサイトになります。で、11月1日に WordPress 6.1、最新の WordPress が配信されて、先週か今週ですね、6.1.1 というアップデートが出されましたので、この最新の WordPress を使っています。で、テーマも、今月からデフォルトのテーマが新しくなりました。2023、2023年用のテーマが配信されましたので、早速このテーマを使っています。で、大丈夫ですかね。はい。サンプルデータに、自分でいろいろサンプルデータ作ってもいいんですけど、ちょっと、時間割愛のために、ワードプレステーマユニットテストデータというオフィシャルなサンプルデータが、ワードプレスから出されています。ので、今回はそれを利用しました。サイトの、これが今日使うテストサイトです。で、これフロントページで、2023のデフォルトテーマは割とこうシンプルなレイアウトになってます。ここに今投稿がいろいろ出てまして、アイキャッチ画像がついている投稿もいくつかありますね。これになります。で、ポイントは他のプラグインを使っていないということです。インポートツールはテストデータのインポートのために入れたんですけれども、今日はプラグインなし、テーマもデフォルト、もう本当にそのコアのワードプレスだけの機能を使ってますので、ワードプレスだけでここまでできるということを皆さんに見ていただけたらなと思います。はい。では、いざ使ってみましょう。クエリループブロック。今、新しい固定ページを作りました。新規固定ページで、早速、クエリループブロックを導入します。で、左上のプラスマークを押すと、ブロックの挿入ができます。こちらの黒いプラスマークでも構いません。これを押しまして、検索もできる。
クエリ。お、あれ？クエリ、カタカナじゃなくて、クエリだと、検索かけてこの出てきますし、探される場合は、ここにそのグループ名が出てるので、下の方に、ですね、テーマというグループがあるんですね。テーマというグループの中にクエリループブロックがありますので、まあ、これをページに導入します。で、導入した後、選択と新規と2つあるので、この説明はこれからしますけれども、とりあえず選択をします。選択をして、選択を押すと、とりあえずこれで、ブロックがページに入りました。クエリループブロックがページに入りました。で、これをプレビューしてみましょう。新しいタブでプレビューすると、ありゃ。クエリループブロックが、プレビューがうまくいかないのは、もう早速失敗ですね、この実験が。公開してみますか。公開して、固定ページを表示すると、あらららららら。ちょっとお待ちください。こう実演するとこういう失敗が生じかねないので、あれなんですけど、あらら、あ、なんか、来ました。来ました、とりあえず。はい。クエリループ、まあ、クエリというのは何かこう命令を出すと、それに、合うものが返ってくるという話です。で、クエリループのその命令、条件というのが、右のブロックの設定の中にあります。で、これをちょっと今簡単に見ていきますけれども、設定の下に、まず投稿タイプというのがあります。ワードプレスには、デフォルトで、投稿、そして固定ページという投稿タイプ、2種類の投稿タイプがあります。このクエリブロックはどちらかを指定して、それに該当する投稿だったり、該当する固定ページも表示することができます。もし、カスタム投稿タイプを導入されていれば、ここでカスタム投稿タイプを選択することも可能です。例えばオンラインショップを持っていて、商品という投稿タイプがあれば、それを商品っていうのをここで選んで表示させることも可能です。で、並び順、まあ、投稿順だったり、アルファベット順、その表示させる順番も指定できますし、先頭固定表示の投稿を含めるか、除外するかという設定もあります。これは、ワードプレスの投稿の中に、いつも上に置きたい、その先頭に固定するという設定があるんですね。この先頭に固定すると指定された投稿を含めるか、含めないか。といった設定になります。で、もう一つここの絞り込みっていうのが、結構鍵になるんですね。最初は何も表示されてないんですけど、プラスマークを押すことによって、さらに条件をここに出すことができます。タクソノミー、これまたなんかよく意味のわからないカタカナなんですけど、要するにカテゴリーとタグのことをタクソノミーと言います。例えば、ここに何かカテゴリーを指定して、このカテゴリーの投稿だけ表示してほしいとか、このタグの投稿だけ表示してほしいっていう指定ができるんですね。ここがそのクエリになります。例えば、HTML というタグがこのサンプルデータにはあるので、これを選択すると、今左に表示されている投稿が変わったことに気づいていただけたでしょうか。今、HTML というタグのついた投稿だけを表示するということになったんですね。もしこれを消すともう一度、すべての投稿を表示する設定なので、こういう形で、まあ、タグをここで指定して、投稿をさらに絞り込むことができます。まあ、あとの絞り込みとして、著者。例えば、複数人で投稿を書いているサイトであれば、特定の著者に関する投稿をここで絞ったり、あるいはキーワード。キーワードはもうタグとかと関係なく、その投稿に含まれている単語で、絞って、表示させることができます。
そして、今は1個、2個、3個の投稿が表示されているんですけれども、ここの、表示設定というボタンを押すと、ここでその表示する投稿の数を増やすことができます。例えば5個にすると、この、ここに出ている投稿も1、2、3、4、5個と増えたり、オフセットというのは、最初何個、最初いくつかの投稿を飛ばした後の5個を表示する。例えば最初3つを飛ばして、その次の投稿から数えて5個を表示するというような設定ができます。で、これは、サイトのデザインをするときに少し使える設定なので、後でどういったときに使えるかお見せしようと思います。あともう一つ、ここにある設定としてグリッド表示が可能です。今、投稿は縦に並べているんですけど、これを、グリッドにして、3×3 の、列で表すといったこともできます。ここにカラムの数の変更が、表示でき、できるので、カラムを例えば、2列にして、2列で投稿を表示するとか、もっと増やすといったことも、ここでは可能です。とりあえず、クエリループブロックのこの大枠、どこで条件を設定して、どうやって導入するかという話をしましたが、一旦ここで止まって、皆さんから質問とかないか、お尋ねしたいと思います。とりあえず今までの内容で分かりにくかったところとか、ここもう一回見せてほしいといった、そういうところはないでしょうか。今、八木さん、ミュートになってますけど、何か話されました？ですね。はい。実は、自分の使ってるテーマで、はい、先生のやられたことを、真似しようと思って、はい。やってたんですけど、はい、クエリーループ、ブロック、右側の、クエリーループというのは出たんだけど、はい、細かい設定が出てこなかったんですけど、やっぱりこれは使うテーマの問題ですかね。はいはい、ですね、多分ですけど、はい、私無意識に実はやったことがあったので、ちょっともう一回お見せします。はい、クエリーループを足しまして、はい、選択で、とりあえず導入した後に、はい、ここの設定がもしかするとついてるかもしれないです。テンプレートからクエリを継承。これオンになってます。ですよね。で、これがオンの状態だと、はい、テーマの方で設定したクエリ条件を引き継ぐっていう意味なんですよ。これをオフにしていただくと、さっき話したいろんな条件が出てきます。確かに今オフにしたら出ました、出ました。はい、はい。よかったです。なるほど。はい。石原さんからも質問が来てます。オフセットをもう一度お願いできますかという設定です。はい、質問です。オフセット、ここの設定ですね。オフセットというのは、最初、いくつかの投稿を飛ばした、その飛ばした後から何個表示してっていう、その最初いくつかを飛ばす設定なんです。例えば、今この設定だと、ハローワールドがあって、やった後タイトルの長い投稿があって、マークアップ、HTML、タグとフォーマットっていう順番になっています。もし、ですね、クエリループのオフセットで1にすると、最初1個の投稿を飛ばした後から表示するっていう設定です。で、こっちを見ていただくと、ハローワールドがなくなりました。さっきまで一番上にハローワールドがあったんですけど、それを飛ばして、このタイトルが長い投稿から3つ表示されるようになったんです。例えばオフセットをもう1個増やすと、ハローワールドもタイトルの長い投稿も消えて、HTML タグとフォーマットっていう投稿から3つ表示されるようになりました。石原さんどうでしょうか？オフセット。どういう使い方をするのでしょうか？はい。ちょっとじゃあ、これ、
使い方は後でお見せしますので、もうちょっと待っていただいていいですか。後で実際にブログページを作るっていうところで、オフセットの使い方をお見せします。はい。では、一旦いいでしょうか。とりあえず、クエリループブロックの概要という内容です。で、クエリループは結構強力なブロックですので、パターンがいくつか用意されています。なので、最初導入するときには、パターンを使って導入して、で、それを編集していくのが、いいかなと思います。で、先ほどクエリループブロックを導入すると、この画面になりました。で、この日本語がちょっと難しいので、補足をしますけれども、左の選択というのは、既存パターンから選択するという意味です。いくつかパターンが用意されていて、パターンの中から選んで使うというときには選択をします。新規というのは、自分で新しく位置からクエリループブロックを組み立てるというときに使うボタンです。なので、選択をしていただくといいと思います。そうするともう一個画面が表示されるんです。で、この画面もちょっと分かりにくいので、補足説明なんですけど、上に見えているこの部分は、そのパターンのプレビューです。お使いのサイトの投稿を、自動的に引き込んで、プレビューを、見せてくれます。で、けどこのパターンじゃないか、他のパターンが欲しいなというときは、左下のこの矢印を押すことで次のパターンを見るということができる。そして中央にもう一つパターンプレビューの表示切り替えというボタンがあるので、これはちょっと実際にお見せして説明しようと思います。もう一回このクエリループブロックちょっと削除しまして、新しくここに導入します。今、バックスラッシュ入力するとブロックの追加もできるので、バックスラッシュと、ここからクエリループを選択します。で、この画面ですね。で、左の選択はこれパターンを選択するという意味なので、選択をしますと、この画面になります。で、ここの矢印でパターンの切り替えができるんですね。どのパターンがいいかなと、こう見ていくことができますが、ここのグリッド表示にすると、ここにもう複数のパターンを並べて見せることができるんです。で、個人的にはこっちの方が選びやすいかなとも思います。この点線で見えますかね。点線で区切られている、ここまでがまず一つ目のパターンで、右側のこの黒いのも二つ目のパターンで、ここから3つ目のパターンがあって、4つ目のパターンがあって、というふうに、今、グリッド表示でいろいろなパターンが表示されています。で、ここでパターンを選ぶと、例えばこのパターンがいいと押すと、それが、導入される形になっています。とりあえず、このパターンはどこから選ぶかという説明なんですけど、とりあえず大丈夫でしょうか？はい、大丈夫のようですね。ありがとうございます。では、いざパターンを入れた後、どうやって編集をするかということなんですね。で、クエリループブロックの構造、こちらも開いてみますけれども、クエリループというブロックの中には、必ず一つ投稿テンプレートというブロックがあります。他にも、他のブロックが入っている可能性はあるんですけど、投稿テンプレートというのが必ず一つ入ってます。で、投稿テンプレートの中が、また、いろいろブロックが入っているんですね。ここのブロックの入れ方が変わっ、テンプレートごとに変わってきます。パターンごとに変わってきます。なので、クエリループブロックの構造として、クエリループという、親ブロックがあり、その中に必ず投稿テンプレートというブロックがあり、そしてその下にもう一つ、もろもろのパーツが入っていると。この3段階なんです。で、なぜ3段階になっているかというと、クエリループの中であっても、投稿テンプレートの中なのか、外なのかで、
ブロックの挙動が変わってくるんです。これいずれもクエリループの中なんですけど、投稿テンプレートというブロックの外に入れられたブロックは一度しか表示されません。で、投稿テンプレートというブロックの中に入れられたブロックは投稿の数だけ表示が繰り返されます。これがちょっとややこしいんですけど、これが一つクエリループブロックの強力な点なんで、実演してお見せしたいと思います。もう一度クエリループを入れまして、ちょっと見やすくするためにグリッド表示にして、でこのタイトルの長い投稿が少し邪魔なので、タグを指定します。絞り込みで、タグ HTML という投稿を表示するようにしましょう。はい。で今、ここに3つの投稿が出てます。で、今使っているパターンは、ここに区切りブロックというブロックが入ってます。これですね。各投稿の下に区切り線が入っているんです。で、この区切り線は投稿テンプレートの下にあるので、まあ、下というか中にあるので、各投稿について区切り線が表示されます。この区切りブロックを、例えばここに移動した場合、これまだクエリループの中なんですけど、投稿テンプレートの外になりました。こうした場合、この区切り線はここに出るんです。この一番上に、ちょっと広くして、これですね。ここに区切り線が1個やってきて、各投稿の区切り線はこれでなくなりました。こういった形で、投稿テンプレートの外にあるブロックは一度のみ表示されて、投稿テンプレートの中にあるブロックは、この投稿ごとに表示される。例えば、これを下に移動した場合もそうですね。これ投稿テンプレートの下に区切り線があり、いずれもクエリループの中のブロックなんですけれども、ここに1個だけ区切り線が表示されて、各投稿に区切り線はなくなると。この区切り線、どこにこう移動しても、これは投稿テンプレートの中なので、各投稿について区切り線が表示されている状態です。ひとまずこの投稿テンプレートというブロックの役割、分かってもらえたでしょうか？大丈夫ですかね？さて、はい、石原さん、なるほど、ありがとうございます。はい、では、今はこれパターンを使ってクエリを導入した例なんですけれども、パターンを使わない場合を、お見せしたいと思います。で、こうですね、クエリループにして、これ今度は新規の方を選びます。新規を選ぶと、パターンではないんですけれども、さっきのパターンはもう出来上がっているパターンなんですけど、こっちは開始時のパターンを選択します。ちょっと紛らわしいんですけど、まあ、出来上がってないパターンと思ってください。本当に最低限の、要素をいくつか入れている形です。まあ、で、今はタイトルと日付をとりあえず選択しますけれども、もう一度、ちょっとタクソノミーで HTML というタグに限定しますが、これで、とりあえずシンプルな、クエリループが入りました。で、ここからがクエリループのすごいところだと思うんですね。従来は、例えばブログページとかアーカイブページ、このカテゴリーページとかは、デザインを編集しようと思うと、プログラミングスキルが必要だったんです。だいたいテーマの方でもうブログページとかアーカイブページのデザインは決まっていて、私たちユーザーが、エディターの中でそれを変更することは、できなかったんです。が、このクエリループブロックを使うと、そのデザイン部分を結構自由自在に変更することができます。投稿テンプレートというのは先ほど話したその投稿ごとの、表示ですね。で、例えば今、投稿タイトルと投稿日だけ表示されているんですけれども、ここに、
他の情報も足したいなと思うことがあるかもしれません。例えば投稿タイトルの下に、ここに後に挿入しますが、もう一度、ここのテーマに来ると、例えばですね、その投稿の抜粋を入れるとか、投稿のコンテンツを丸ごと入れるということもできますし、投稿のアイキャッチ画像とか、あとは投稿者、その投稿した人のアバターとかを表示させることができます。で、例えば今ここでは投稿者を選択して、今私ここに1個だけ投稿者を入れたんですけれども、1、2、3と各投稿について投稿者が表示されるようになりました。で、これは投稿テンプレートの中にあるからです。投稿テンプレートブロックの中に投稿者を入れたので、全部の投稿について表示されました。で、例えばここに名前が出るようになったんで、アバターは別にいいかなと思ったら、投稿者ブロックのここの設定でアバターを消すとか、例えば投稿者の名前の色を赤にしようとか、こういった感じでここの編集ができます。従来のワードプレスだと、このあたりは全部、テーマで決まっている部分なので、自分で色を変えるとか、投稿者を見せるとか見せないといったそういう編集はできなかったんですが、クエリループだとできる。例えば、投稿者と今日付上下になっているんですが、これを横に表示したいといった場合に、その編集も可能です。二つのものを横に見せるブロックは、カラムブロックというのがあります。例えばここで、カラムというのがここにあるので、カラムを導入し、左と右、2個のカラムにします。で、投稿者を左のカラムに入れて、日付を右のカラムに持ってくると、全部の投稿に対して、その編集が今効いたわけですね。例えば、ここの文字を右寄せにするとか、こういった編集が可能です。ここがクエリループブロックの強いところかなと思うんですね。この、こういった投稿の表示を、自分で編集できると。一旦ここまでで質問とかないでしょうか。よろしいですか。はい、どうぞ。ですね、先生の画面で、画面左側にあのリスト表示で、はい、クエリーループとかあの階層構造で表示されている部分が、はい、私が試すと出てこないんですけれども、これは何か、やっぱ、はい、何が見えてますか？今、こういう状態ですか？もしかして。左側は、はい、空欄ですね。空欄、ほうほう、はい、あのダブルのマークの右側に、はいはい、プラスじゃなくて追加ボタンという日本語のボタンが入っていて、うんうんうん、はい、その右側にツール、元に戻す、やり直す、詳細、リスト表示と、はい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 、あ、でリスト表示か、そうですそうです、あ、出ました。ありがとうございます。あ、はい、はい。よかったです。あともう一つよろしいですか？はい、はい。いいですよ。今、色を変えるというところで、うんうん、はい。右側の何だっけ、ブロックで、色のところを、設定を見せていただいたじゃないですか。はい、はい、はい。で、このテーマのカラーがあるんですけど、下の方に行くと、なんか拡張色 A、拡張色 B とか、なんか未定義の色の部分があるかと思うんですけど、はいはい。今映ってるやつのもっと下の方ですね。はい、このあたりですね。このあたりに多分、はい、はい、はい。この拡張色は自分で色を定義できるんですかね。ちょっと、はいはい、
クエリーループの話から飛びすぎてるようであれば、大丈夫ですけど。はい。はいはい。私は実はこの下にはもう出てこないです。今、テーマとデフォルトだけなので、おそらくお使いのテーマか、はい、プラグインが導入している機能だと思います。はい、普通はないのか。標準だとないので、多分そうです。で、例えばこう色を、そこの拡張の色もちょっとわかんないですけど、うん、押した後に、はい、ここの上の長方形を押すと、色の設定ができるんですよ。あ、なんあの、はいはい。私のやつは上にそういう長方形がないですね。あ、ないですか。はい。じゃあ、うんうんうん、これはもうテーマというか、はい。私の導入したテーマが、プラグインの関係でそういうのが出なくなってるってことなんでしょうね、きっと。と思います、多分。ですね、もし、はい、テーマの設定であれば、テーマの設定画面が多分どこか別のところにあるので、もしかしたらそこで色の設定とかできるかもしれないです。そうですね。その観点から、じゃあ、標準ではそういうのはなさそうということ、わかりました。はい。はい。ありがとうございます。はい。はい。今、石原さんからも質問が来ました。投稿日の表示を最終更新日にしたら、並び順の日付もこの日付順に変わりますかと。なるほど。ちょっと、私すぐにはわからないので、ちょっとやってみましょう。今、投稿日が、これですね。投稿日の表示を、最終更新日を表示する。これですね。最終更新日。で、並び順の日付もこの順番になりますか。じゃあ今ちょっと特殊記号を含むタイトル、これの投稿を私更新します。今2013年になっているので、ですね、ちょっと私それを更新して、でもし更新して上に来たら西原さんの言ってる通りですね、最終更新日で変わると。ただこれですね、これを今ちょっと私編集して、更新。これで更新してみましょう。で、こちらに戻って、多分、ちょっとこれ更新しなきゃいけないですね。ページの再読み込みをします。すると、ここの日付は確かに今日の日付になったんですが、投稿の場所は変わらなかったです。ので、残念ということですね。投稿の、これですね、今表示順が投稿順なんですけど、編集順ではないということですね。編集をしても、やっぱり一番最初の投稿の日付で決まっちゃうと。あ、じゃあ、もう一個ちょっとやってみましょう。これの、石原さん変わってほしかった、残念。そうですね。もう一個ちょっとやってみましょう。これの日付を変えましょう。今これ、この投稿ですね。これをクイック編集で、もうこの日付を今日の日付に変えちゃいましょう。2012年の11月の今日は何日でしたっけ？今日は19日です。19日で更新をして、予約済み。あ、昨日の日付にしましょう。昨日の日付にして、更新をすると、こちらに戻ってきて、まあ、これはおそらく変わると思うんですけど、これは上に来ましたね。うん。なので、もし順番を変えたければ、もう本当にその投稿の日付を変える必要があるということになります。はい。いいでしょうか。もうちょっとじゃあ、説明をします。はい。今、クエリループの中に、他に2つブロックがあるんです。ページ送りと結果なし。ページ送りというのは、ここです。この前のページに戻るとか、次のページに進む。で、もうここは、従来のワードプレスだったら絶対に
ユーザーが変えることはできなかったんですね。これはもうテーマの方で決まっているものでした。これですね。これをクエリループブロックだとユーザー自身が変更することができます。例えば、今左寄せなのを中央に持ってくるとか、ブロックの設定でですね、今これ横方向になっているのを縦にする。もう前のページ、ページ番号、次のページにするとか、矢印をここに足す。あるいは、シェブロン。シェブロンっていうのはこの三角括弧二つのことを言うらしいですけれども、足すとか、例えば、文字を大きくする、小さくする、といった設定。あるいは、テキストの色を変える。リンクの色を変える。こういったこともブロックの中で編集が可能になりました。これもともとですね。これを編集した結果がこうなっています。次のページに進むと前のページに戻るというのがあったり、これで選択ができる。ここも、クエリループブロックだとユーザー自身が編集可能です。で、もう一つ、結果なしというブロックがあります。これは、その、クエリに対してこれこれの投稿を表示してと命令を出して、その投稿がなかった場合に返ってくる結果です。ブログページとかを通常作るときは、これは必要ないんですけれども、例えば、カテゴリー、別のカテゴリーページを作ったり、タグページを作ったりして、後々カテゴリーを編集したり、タグを編集したりすることがあれば、そのカテゴリーの投稿がなくなっちゃうっていうことも、まあ、あり得るんですね。で、そういった時にユーザーがサイトに来て、ただただ真っ白い画面になって何も表示されないよりかは、万が一結果がなかった時の、まあ、文字をここで決めることができます。残念。ホームに戻る。戻る。とか言って、で、このホームに戻るっていうのを自分で任意にリンクを貼ったりすることも可能です。もう一つ、さっきお見せするの忘れたんですけど、この前のページという文字も、編集ができるんですよ。戻りましょう。とか、こういった感じで、編集ができます。これも、クエリループの、まあ、強いところかなと思います。石原さんも、テキストの色が変わるのは、わかりやすくなっていいですね、と。はい、もう色とか、大きさとかいろいろ任意で変えれるのは本当にブロックエディターの強いところだと思います。もう一つ何か質問とかありましたか？もう一つ先ほどオフセットの使い道に関する質問があったので少しそれをお話ししたいと思うんですけど大丈夫でしょうか？これを更新して。ちょっと新しい投稿を、新しいページを作ります。今私、固定ページにクエリブロック入れてるんですけど、クエリループブロックはどのページ、あるいは投稿にも入れることができます。投稿にも入れることができますし、カスタム投稿を持っている場合は、カスタム投稿にクエリループを入れることも可能なので、まあ、サイトのどこにでも入れることが可能です。さて、オフセットの例。ここに、もう一度クエリループを入れて、オフセットを使う例をお見せします。例えば、サイトのデザインとして、たまに見かけるのは、サイトの一番上に最新の投稿が、まあ、例えば横に3つ並びでアイキャッチ画像があって、でそれより古い投稿は、ページの下の方に別な形で表示するっていうことが、あるんですね。で、このオフセットを使うと同じようなことができます。例えば、クエリループの中に、今ちょっと見出しを入れますか。前に挿入で、ここに、見出しで、最新の投稿。で、ここら辺はご自由に変更可能なんですけど、最新の投稿は3つだけにしたい。で、
3つだけにして、例えば今これページ送りが入ってるんですけど、3つだけにしたいからページ送りはなしで、まあ結果なしもいらないかなと。必ずここに3つ表示されるようにしたい。で、それ以降の投稿は改めて下に2つ目のクエリループブロックを入れて表示させることができます。例えば2つ目のクエリ、こっちはパターンを使ってみようと。2つ目のクエリループの中に、例えばここに見出しでもっと古い投稿というのを入れて、で、このままだと、ここに、1,2,3 と出てる投稿が、こちらのクエリループにも1,2,3と2回表示されるんですね。で、これは、もう3つ飛ばしていいので、ここでオフセットを使うことができます。クエリループ、2つ目のクエリループの、ありゃ、クエリループの、これか。今、設定が、ここに、オフセットの設定が出てないのは、おそらくこれ、テンプレートからクエリを継承という、これがついてたので、設定がなかったんですけど、これを消すと設定が出てきます。で、これで、最新の投稿3つは、もう上に表示してるから、その3つは飛ばして、その後から投稿を表示するという、設定にできます。で、後に挿入。ここに、今度はページ送りがあった方がいいですね。たくさんの投稿があり得るので、こちらにページ送りブロックを追加しました。これをちょっと見てみましょう。これを公開して、固定ページを見てみると、これはだから同じページにクエリループブロックを2個使った場合です。上の最新の投稿には、1,2,3 と、表示されていて、あれ先頭固定表示が何が出てますね。先頭固定表示が、選定固定表示の投稿今含めるになっているので、これを除外しましょう。除外すると、はい、3つになりました。1、2、3個の投稿を上に見せて、もっと古い投稿は、その3個を飛ばした後の投稿から、1,2,3,4,5,6 と表示して、ここにページ送りがあると。次のページを表示すると、最新の投稿はまだ上にあるんですけど、古い投稿が、次の、まあ、投稿たちが表示される。まあ、オフセットの使い方としてこういうのがあるかなと思うんですけど、石原さんでしたっけ？質問いただいたの。何、説明になったでしょうか？なんかこういう使い方があるんだなというのが分かっていただけたでしょうか？古い投稿に先頭固定表示は出ますか？見てみましょう。クエリループの、今、先頭固定表示の投稿ありになってますね。出てます。出てます。だから、私、設定6にしてるのに、1,2,3,4,5、1,2,3,4,5,6、あ、まあ、6ですね。出てますけど、答えになったでしょうか。新しい先頭固定表示でも大丈夫なんですね。新しい先頭固定表示。新しく先頭固定表示の投稿を出しても大丈夫かっていうことですかね。大丈夫です。クエリループブロックは投稿をどん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 私たちが投稿して、公開して、追加していっても、必ずその時一番新しい3つとか、その時の固定表示されている投稿を、まあ、計算して出してくれるブロックになります。なんか、だいぶまた私、話を続けてしまったんですけど、皆さんの方で質問とか、これをもう一回見せてほしいとか、最後ちょっとこれやってみてくださいみたいなのないでしょうか。すいません、ちょっとミュート解除しました。はい、今の例だと、
新しい投稿のところは先投稿停表示除外してますよね。はい。はい、で、それをその古い投稿の方で、もし先投稿停表示が、なんか、新しいのを入れちゃった場合に、上では出てないけど、下ではその、オフセットを3にしとくと、それが入ってくるから、新しい投稿の3番目にいたやつは見えちゃうのかなっていうのが気になって。なるほど、なる。多分言いたいことが分かったと思います。もし、新しい投稿をここで作り、先投稿固定、先頭固定としてこれを投稿した、これですね、ブログのトップに固定して、ここで私、今、新しいのを作ります。これを作ったときに、どうなるかっていう話ですね。で、この最新の投稿は除外してるから出ないけれど。見てみましょう。そうですね、最新の投稿は除外してるから出てないですが。あ、古い方は除外しない限り来ちゃう感じですね。はい、そうですね。でも、今これは古いとこはオフセット0でしたっけ？今オフセット3です。こちらのオフセットは3なので、不思議ですね。言いたいことわかりますよ。最新はこれなのに、それがここで除外されて、ここにむしろ出ていると。うん、ですね。はい、はい、なんかちょっと不思議ですね。最新だけど、まあ、ちょっとじゃあ、これをオフセットを0にしてみましょう。オフセット0にして、もう一回ちょっとページを更新すると、上は変わってないんです、それなんですけど、こちらが1個、先頭固定表示結構続いているので、これはここに出て大丈夫ですね。クエリループをオフセット3にすると、本当は最新のこれを飛ばすはずなのに、どうしても出てきちゃうから、おそらくオフセットは今、固定表示を含めているので、固定表示は必ず出して、っていう、そういうことなんじゃないでしょうか。例えば、今私、6つ、ページごとに6つ表示するにしてるんですけど、実際何個出てるかというと、1、2、3、4、5、6、7、8個出てるので、あ、固定表示を含めたら、それはオフセットに関係なく出てくるんですね。っていうことですね。なるほど、わかりました。固定表示2個と3個飛ばした後の6つっていう形になってます。はい。ありがとうございました。なので、この条件組み合わせると結構複雑なことできそうですけど、なんか迷っちゃいそうな気もしますね。どうなってるんだと。なるほど。はい。ちょっと時間がもうあれなので、一旦ここで、スライド最後お見せしたいと思いますけど、録画終わった後にも、もし、質問とかあれば、引き続き私いますので、皆さんの対応したいと思います。まず今日ありがとうございました。1時間クエリループブロックについて、たくさん知っていただくことができたでしょうか。次回、また12月に、このオンラインワークショップを企画しています。で、今月の1日、11月1日に、ワードプレス 6.1 が公開されたんですけれども、結構ここで、新機能が加わったんですね。特に、その、色とか、形とか、デザインに関する機能が、たくさん増えましたし、また今日あまり詳しくは見なかったんですけど、その、2023年の新テーマも、カラーバリエーションが10種類もある。で、カラーだけじゃなくて、そのタイポグラフィー、その文字とか、配列に関するバリエーションがたくさん含まれた新テーマなので、来月はこの 6.1 のアップデート内容を皆さんで見てみる。そういうのを企画しています。もし、
興味がありましたら、もう今から、ここのリンクから参加登録ができますので、ぜひ、お集まりください。今日は、長い間ご参加ありがとうございました。私、ベンでした。スラック、あるいはツイッターでの連絡先をここに載せてますので、引き続き、質問とかあれば、ここからでも連絡いただけます。また、ワードプレイスは、この learn.wordpress.org というサイトで、教育教材をたくさん公開しています。今は大部分英語なんですけれども、徐々に翻訳作業なども進めてますので、特に英語ができる方はぜひこちらも参照の上、他の教材も見ていただけたらなと思います。ひとまず、このセッションご参加くださりありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。